スティーブン・スティルスは、アメリカ合衆国出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター、ギタリスト。米西海岸を代表するアーティストの一人。これまで、バッファロースプリングフィールド、クロスビー、スティルスナッシュなどのグループやソロで活動し、1997年に、両バンド名義で、ロックの殿堂入りを果たしている。2003年、ローリングストーン氏選出。 歴史上最も偉大な100人のギタリスト28位。2011年の改訂版では第47位。スティルスは軍人の家庭に生まれ、幼い頃から父の仕事の関係でアメリカ各地、中米などを転々とした。各地で様々な音楽に触れ、ブルース、フォークミュージック、ラテン音楽などに影響を受けた。1960年代前半。 音楽の道に進むことを決意し、フロリダ大学を辞め、いくつかのバンドを転々とする。また、グリニッチビレッジのコーヒーハウスで一人で歌うことも、あった。まもなく、グリニッチビレッジのナイトクラブカフェ AU55 を、本拠地とする9人編成のコーラスグループを結成。このグループは1964年にアルバムを1枚リリース、したが、翌年解散、スティルスも含めた残党で、 オークロックバンドザ・カンパニーを結成する。ザ・カンパニーは6週間ほどのカナダツアーを行い、ここでスティルスとフューレーは当地の若いギタリストニール・ヤングと出会う。結局ザ・カンパニーも数ヶ月で解散。スティルスはセッション活動の合間にザ・モンキーズのオーディションなども受けたが不合格になり、1966年当時マサチューセッツに住んでいたリッチー・フューレーに連絡を取り、 彼と共にカリフォルニアに移る。詳細はバッファロースプリングフィールドを参照スティルスとフューレーはロサンゼルスの路上でカナダツアージに知り合ったニール・ヤングに偶然再会する。息統合した3人はバッファロースプリングフィールドを結成。3枚のアルバムをリリースするが1968年に解散。それから間もなくブラッドスウェットティアーズにリードボーカリストとして 勧誘されるが断った。また、1968年5月には、アル・クーパーに誘われて、ジャムセッションに参加し、この録音はクーパー及びマイク・ブルームフィールドと、連名のアルバム、スーパーセッションに収録された。CS&N 時代詳細は、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングを参照バッファロースプリングフィールドの公開が決定的になった際に、スティルスは、 キャス・エリオットの手引きにより、ジョニー・ミッチェルの家で、モトバーズのデビット・クロスビー、モトホリーズのグラハム・ナッシュに会う。スティルス作の泣くことはないよを3人で歌ったことがきっかけで、新グループ結成を決め、各自のファミリーネームを並べた、クロスビー、スティルスナッシュがスタートした。1969年5月、デビューアルバムを発表。3人にダラス・テイラーを加えた4人で、 主に制作されたが、ドラムズ以外の楽器はほとんどスティルスの手によって演奏された。まもなくニール・ヤングが加わり、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングに名を変えて、セカンドアルバム、デジャブを発表。スティルスとヤングの確執によりその後長きにわたって、解散と再結成を繰り返した。スティルスは、モントレーポップフェスティバルには、バッファロースプリングフィールドとして、 ウッドストックフェスティバル、オルタモントフリーコンサートには、CSN&Y としてそれぞれ出演している。1976年、スティルスとヤングは二人で、両名義のアルバムの制作に取り掛かる。その後、スティルスは CS、CSN&Y の再始動を希望し、すでに完成したトラックにクロスビーとナッシュのコーラスが、録音されたが、結局レコード会社との契約や、 その後予定されていたツアーの問題からクロスビーとナッシュ二人のボーカルトラックを消去してしまう。当時、クロスビーとナッシュもデュオアルバムの制作中であった。結局、スティルス・ヤングバンド名義で、ロング、メイユーランとしてリリースした。続くツアーはヤングが喉の感染症にかかり、途中で離脱。契約上、スティルスはヤング抜きでツアーを続行した。 1977年、スティルスは、クロスビー、ナッシュと CS&N の形で再結成。アルバム CSN をリリースした。1997年、CS&N とバッファロースプリングフィールドが同時にロックの電動入りを果たし、スティルスは一度に2回電動入りした最初の人物となった。これを記念してフェンダーは、ネックプレートに記念文を彫り込んだテレキャスターを、 制作し、スティルスに送った。1970年代のソロ、時代ザ・ライズ時代 CSN&Y 活動中から、メンバー4人はバンドとは別に各自のソロ活動も並行していっていた。スティルスは1970年、セルフタイトルのソロデビューアルバムを発表。このアルバムには、CSN&Y のメンバーに加えて、エリック・クラプトン、ジミ・ヘンドリックス、キャス・エリオット、ブッカー・ティ・ジョーンズ、 リンゴスターら豪華な顔ぶれのゲストが参加した。このアルバムからは、愛への参加のヒットが生まれた。スティーブン・スティルスにには、チェンジパートナーズなる曲が収録された。この歌は、CSN&Y が結成される前に書かれたものだが、グラハム・ナッシュはこの曲を、CSN&Y における人間関係を歌ったものだと解釈した。1971年、スティルスは、元、 バーズのクリス・ヒルマンらとマナサスを結成。セルフタイトルの2枚組デビューアルバムは、ビルボードのアルバムチャートの4位まで上昇した。マナサスのフランスツアー中に知り合った、フランス人、シンガーソングライター、ベロニク・サンソンと結婚。息子クリスも生まれ、スティルスの作風も CSN&Y の頃のような、尖った、緊張感を持ったものから、穏やかな楽しいムードのものに変わっていった。 当時の曲、2ママフロム、クリストファーザ・オールドマンは、彼の家族に対する温かい視線を書いたものである。この頃コロンビアに移籍し、スティルス、イリーガル・スティルスの2枚のアルバムをリリースする。1979年3月には、キューバのハバナで行われた、ハバナジャムに出演。このフェスティバルに、アメリカ側から参加したのは、スティルスの他にウェザーリポート、トリオブドーム、 ファニア・オールスターズ、クリス・クリストファーソン、リタ・クー・リッチ、ビリー・ジョエルラ。2005年にはソロアルバム、マン・アライブをイギリスの独立レーベル、トーキング・エレファントからリリース。2006年から2007年にかけては、スティルス自身がザ・カルテットと呼んだバックバンドを従えて、精力的にツアーを行った。2008年10月にはソロとして初めてヨーロッパをツアーした。 2011年、映画、レッチェスジャバーヤーズのサウンドトラックにローベアフットトレランスを提供した。2013年、ケニー・ウェイン・シェファード、バリー・ゴルードバーグと3人で、ブルースバンド、ザ・ライズを結成。2017年、かつての恋人でもあった50年来の友人で、女性歌手のジュディ・コリンズとコラボしたスティルスコリンズ名義の作品、エブリバディ・ノーズを発表。 バッファロースプリングフィールドから CS&N に移行する時期に、スティルスのギタープレイは飛躍的に進歩した。一般的なロックンロール、ブルースに加え、カントリーミュージック、フォーク、ラテン音楽、民族音楽等を熱心に研究したことに加え、当時の彼のプレイには、友人であるジミ・ヘンドリックスからの大きな影響があった。また、サウンドメイキングに対する実験的な姿勢は、 当時の業界でも評判で様々な変則チューニングを導入したりしている。スティルスは弦楽器のみならず、ピアノ、オルガンなどのキーボード類、ドラムスも演奏できるマルチインストゥルメンタリストであった。クロスビー、スティルスナッシュのデビューアルバムでは、スティルスがほとんどの楽器を演奏しており、ローリングストーン氏からはキャプテンメニーハンズと評され、メンバーのグラハムナッシュも、 スティーブンには明確なイメージがあり、デビットと自分はそれを好きにやらせることにしていたと語った。ありがとうございます。